入ってますね、えっと今回紹介するプロジェクトは CFF2 版 OTF で PanCJK バリアブルフォントの開発を調査するため調査する目的でスタートした僕のプロジェクトです開発ツールで実際に CJK バリアブルフォントを制作し各アプリケーションの対応状況などを調べるそうこうしているうちに <laughs> オーブン流のバリアブルフォントの制作方法だけでは CJK バリアブルフォントはなかなかうまく作れないことに気づきました特に縦書きや和を混色など 考え出すとどうも怪しい CJK バリアブルフォントを作るには独自の制作方法が必要であると考え日本語フォントをベースに我流で突き進んで作ってみたのが今回のプレゼンの内容ですなのでこの内容が直接 Adobe の製品に反映されるわけではありませんすいません <laughs> えとバリアブルフォントといえば ウェイトののアクシスの追加です細いマスターと太いマスターを準備することで1アクシスのバリブラブルフォントが制作できます。中間は保管による無段階に生成し使用することができる。とここまでは割とあっさり理解できます。 しかしせっかく作るなら文字幅もコントロールしたいオーブンフォントみたいにグリグリと字幅を可変させる日本語フォントが作ってみたいという浅はかな考え方が面倒なとの始まりでした試しに文字幅を75%に縮小したグリフを作ってみました通常の 通常の縮小ではデザインが細ってしまうのでアニソトロピックというテクニックを使って縦横角線を別々に調整しながら縮小をかけましたこれでウエイトと地幅を可変する2 0 0シスのバリアブルフォントを作成することができました 完成したバリアブルフォント使ってみると横書きはまあうまくいっている上が75%に縮小したもの下が全角それぞれ太いウェイト細いウェイトこのプレゼンは動く動画はありませんイメージで保管してください縦書きではこんな感じになります 横幅が縮むあまり見かけないけどこんな使い方もできるようになります <laughs> ところが縦書きの中にオーブンが挿入させるとなんとなく違和感を感じる横向きに表示されたオーブンの文字がの高さと和文の文字幅がデザイン的に合わなくなってしまうあっ違う。 あそうですね、やってしまう、まあ、これはこれは縦書きの時に和文の字文字幅が左右方向に変化するのに対し横書きに表示される欧文は上下方向に変化してしまうからですこれを文字組みレイアウトの演 エンジンンのエンジニアにこの本当を見せたところこれはおかしい組方向が変わってもオーブンと和文で文字幅の変化する方向は同じであるべきだというご指摘を受けました。超厄介ですというわけで和文も上下方向にデザインを可変させる必要が出てきました。 横方向に加え縦方向も縮小したマクターを作ってみましたでもできれば三角質のバリアブルフォントを作りたくないなぜかというと 三アクシスのバリアブルフォントを作るということは、八つのマスターデザインを持つことになり、図のような立方体のモデルになります。可変フォントを実現するために、デザインをの一貫性を持った八マスター分の文字データが必要になることに加え、フォントを生成するためのさまざまな設定情報も八倍分必要になってしまいます。とても管理がややこしいです。 二シ室で,で,であれば4マスター分で済みますなのでどうにか二シ室のまま本当が作れないかと試案していったら良い方法を思いつきました横方向に縮小する標準のマスターペアカッコ上 縦方向に縮小する切り替え用マスターのペア下の2つのグリフを用意し組み方,方向やデザインの用途に応じて G サブヒーチャーでグリフを切り替える方法です。グリフを切り替えて可変する地幅の方向を管理するメリットはアクシスを 追加しなくても、バリアブルフォントのデザイン属性を変更することができる。組み構が変わっても、アクシンスの設定値を共有することができます。この図のように、グリフを切り替えても、可変値はウィズス七十五パーセントのままで済みます、えー。これで一度バリアブルフォントを作ってみました。 横書きではまあ動きますね縦書きでも先ほどのようなことにはならなくなりますなのですがえ縦書きに 変わっても意図通りいきません実際は縦書きではこのようなことを期待していましたえっ、ー、と文字も詰まれば文字幅も詰まるとしかし実際の表示はこのようになってしまいました文字のデザインは縮小されるが文字の高さは詰まってくれないんですなんでだ ここまで作ってきて新たに v b a 問題というのが発覚しました文字幅を可変するために必要な情報はバリアブルフォントの定義の一つである v b a というテーブルに組み込まれますしかし実際にはフォントの中に v b a テーブルが作られていませんでしたこれはフォントのを開発するツールの問題で解決するとしてくれないと 縦書きに対応したバリアブルフォントが作ることができません。まあいろいろ吸ったもんだって結構時間がかかりたけれど、現在のフォントツールはでは修正されて無事 VR バーテーブルが追加できるようになってます。大量にあるフォントツールの修正リストから目的の項目がちゃんと修正されているか発見するのは一苦労です。 ここまでくるとだいぶピースが揃ってきたので今度はエクスパンド広くなるデザインも挑戦したくなります縮小と同じくアニソトロピックという方法を使って125%の文字幅に拡大したマスターを制作しましたこれは横方向に拡大します こっちは高さ方向に拡大しましまたそしてここまでの要素を全部組み込んだバリューアブルフォントを制作してみましたこれは完成したバリューアブルフォントのレギュラーウェイトの表示の例です白いバックグラウンドが標準的な横書きと縦書き えっと組方向と地幅の可変の方向が一致しているはずですそしてグレーのバックグラウンドのデザインも使用することができます組方向と地幅の関係が逆転し横書きでは地幅は縦方向縦書きでは横方向に可変します オーブンも同様に文字の高さを可変することによりこのような表現が可能になりますオーブングリフと組の関係方向の関係このように色分けしたもの同士で表示するグリフを共有しています同じということです。これは 白グレーのバックグラウンドが示すデザインの関係性と一致していますところが和文や縦中横などを適用した英数字はブルーとオレンジで色分けした黄文とは異なり赤と黒で色分けしたもの同士でグリフを共有しています 組み方法を考慮したバリアブルフォントでは言語によって異なる文字の切り替えが必要になりとても複雑な設定が必要になります完成したフォントのウェイトを含めたサンプルですたった一つのフォントからこれだけのバリエーションが表現可能になります このフォントを使ってイラストレーターで使った作ったサンプルです現時点ではバリアブルフォントにもそれを使うアプリケーションにもまだまだ下段がありますしかし使い方によってはこのような表現も実現可能です とここまでが私のプロジェクトの現在の進捗状況です。ということは私のプレゼンはこれで終わりなのですが今後の課題として一つだけ紹介するのは、えー、っと向かって右側のモーションをよく見ててください。 わかりますかもう一度いきますここで右のグリフはくっつきますねだんだんと吹くとくなりストロークがの先端が角線に近づいたとき一定の距離まで来たら自動でくっつく 左の中、えー、通常の保管ではだんだんとつながっていくためにつっかつかないの感覚で不必要なカウンタースペースが残ってしまうとても些細なことで気になる気にならないはさておきこれを回避するためには文字の保管の中間位置にデザインを切り替える中間のマスターを挿入することで 接続・非接続の表現を制御することができるこれも以前の開発ツールに,にはバグがあり組み込めなかったのですが最近のツールのアップデートでようやく可能になりましたこうした仕組みを含め日本語バリアブルフォントの実現に向けてさらに調査を進めたいと思いますありがとうございました ありがとうございました。